じゃあ始めます。じゃあ早速、観音経の内容について、話を進めていきたいと思います。この観音経ですけども、実際は3500文字あって、結構割とタイムですから、とてもこの短い時間ではお話しできませんので、今日はこの観音経の下の部分をですね、大まかな内容をお話したいと思います。法華経なんかではね、詳しく説明した後ね、もう一度ね、下の形でうまく歌の形でまとめられるような説法が書かれてあります。下とはこれは歌のこと。お釈迦様が三分と言って、ね、詳しく説法をした後、もう一度同じ内容をね、うまくギュッと歌の形で詩にすると聞き心地もいいしね、覚えやすくなりますの で今世間で観音経と言われているお経は、全部はちょっと長いんで、この観音経下と言われている、ここだけは割と覚えている方があります。なかなかこれね、聞き心地いいですよ。結構有名です。長くないから、うまくまとま観音経の教えをね、うまくまとめてますから、非常にはだから人気があるのかもしれません。翻訳も綺麗し、文章も綺麗だし、なんか本当に功徳があるような。実際歴史を見てみてもね、この観音経によってね、多くの方がね、功徳を得たような歴史があるんです。それで有名なんです。単なるね、絵空事じゃなくて、実際これによって功徳があった、歴史があったんで、多くの方に読まれてるということで、知られてるお経をね、せっかくですから仏教徒でありながら、実は浄土真宗は全然読まないんで、私も実はこう言っちゃ恥ずかしいですけど、初めて私全部読みました。今日の説法に備えてね、もう一通り全部一応学んできたんで、大まかなことは大体分かったんでお話ができるんですけども、それ今から早速、ポイントだけをね、皆さんに、お伝えしていきたいと思います。意訳ですね、原文はちょっと難しいんで、簡単な意訳を皆さんに説明いたします。まず、仏は優れた姿をしておられるが、私は今重ねて次のことをお尋ねしたい。仏師、仏の子供はどうして、観世音と名付けるんですか。まずなぜ観音と名付けるのか、その理由を聞くんですね。どうして世の音を聞くというふうに名付けられたんですか。優れた仏の姿は死の形で、下死の形で、次のように無慈悲菩薩に告げられました、答えられました。これ名前です。この説法のね、対象、尽くすことのない心、尽くすことのない心の菩薩に、今から説法されます。観音の修行がね、どんなに優れているか、この観音はさまざまな場所へ行って、どんな場所にも現れて、あなたを救おうとされているということで、この優れた観音の修行がいかに優れているかをよく聞くがよいと、今から説くからよく聞くがよいとおっしゃいます。まず観音の誓願ですけども、広い誓願、阿弥陀仏と同じような感じ、観音菩薩の誓願は生きとし生くるのを救いたいという広い誓願であって、深さはまるで海のように深い、底の知れない深さを持った心の持ち主が観音聖師で、観音菩薩でございます。海のように深く、そして、どれほどの時間をかけても人間の知恵には及ばない、思いも及ばない。そして何千億の仏たちのもとで大いなる清らかな願いを起こしました。大いなる清らかな願いを観音菩薩は起こされました。それを今私はあなたのために簡単に説明しようと、歌の形で簡単に説明しましょうと。でそれを皆さんはこの観音の名を聞き、南無観世音菩薩、この名を、菩薩の名前を聞いて、これは「カムル事故」にも実は書いてあるんですけども、名を聞いて、その姿を見て、見て心にしっかりと留めて、そして虚しく生きることがなければ、虚しく生きとったらダメです。虚しく生きることがなければ
あらゆる苦しみは消滅するとおっしゃる。大事なのは名を聞き、見て姿を見て、心に留めて虚しく生きることがなければ、あなたのあらゆる苦しみが消滅すると、まあ、実際は仏法によって、説法ですよね、教えを学ぶことによって、実際は、ね、確実にあなたの苦しみは、ね、薄くなり弱くなり、やがて苦しみがなくなっていきます。これが仏法でございます。そして次に、具体的にね、やっぱり具体で示した方がいいから、やっぱり皆さん元になる原生理学といって、やっぱり目の前の苦しみを抜いてほしいですよね。それで下文ではこれ12の、まあ、7じゃなくて実は12に分けてね、苦しみ悩みがなくなるということが、観音行下には説かれています。まず見ていきますよ。1つ目、たとえ悪人が悪意を持って燃え盛る火の穴に落とされても、観音の救いを心から念ずれば、火の穴はたちまち池に変わると。もし皆さん悪人がそばにいてね、悪意を持って皆さんはですね、燃え盛る火の穴にね落とされても、ね、うわー地獄に行くみたいな感じがあってもね、観音の救い、これね、お経にはね、念彼観音力、これ有名な言葉、これ皆さん知っておかれたらいいですね。これ有名なことですから、原文はこれなんですね。かの観音の力を念ずればということなんです、まあ、仏法の力ですよね、まあ、念仏も収めることができます。念仏といってもあれ仏の徳を念ずることですから、あの初期経典ではね、仏の徳を念ずればあなたの恐怖が消えるとかね、あなたに知恵が生まれるとか、次の章人間界大丈夫だとかいうことがね、書いてあるんです。だから仏の徳を念ずる、これ素晴らしいことなんです。知恵が生まれるし、恐怖が消えるし、いいことづくめなんですよね、まあ、ここではかの観音力を念ずれば、観音に力がありますから、それを念ずることによってこういう功徳がありますよとおっしゃるんです。一つ目が、火の中に落ちるようなことがあったとしても、観音の救いを心から念ずれば、火の穴はたちまち池に変わると。落ちたところが池だったと、よかったですよね。これが一つ目。二つ目は、あるいは大海の中を漂流して、大きな海の中にね漂い流されて放り込まれて、竜や怪魚、怪しい魚とか鬼などにですね、襲われて、うわー食われてしまう、サメに食われたりするような感じかな、襲われてもうダメだという時に、観音の救いを心から念ずれば、波の中でやっても溺れることはないと。念彼観念力で、念彼観音力によって、そういうこともあるんだということで、助かることがあるというふうに言われています。3番目、あるいは人に高い山の頂から落とされても、ある人によって高い山から落とされても、その時に観音の救いを心から念ずれば、念彼観音力で心からかの観音の力を念ずることができ、念ずるならば落ちない、ね、高山から落とされながら空中でね、太陽のようにね、虚空の状態でとどまることができると、落ちなくて済むんだと、まあ、ちょっと不思議ですけど、こういうことがあるとおっしゃる。また同じような例えですけども、同じく高山、高い山から悪人どもに追われて、悪い悪人からですね追いかけられて、そして高い山から落ちたとしても、悪人に落とされたとしても、この観音の救いを心から念じたならば、念ずれば、なんとあなたは髪の毛一本傷つくことがないんだとおっしゃる。不思議ですけどもね、一本傷つかないとおっしゃる。こういうことがあるんだとおっしゃる。5番目、また強盗に囲まれ刀で殺されそうになっても、
観音の救いを心から念ずればたちまち優しくなると。これ何を表してるんでしょうかね。これはね、お釈迦様の事例とか親鸞聖の事例を考えたらね、私はいいと思います。あのお釈迦様はね、いつもね慈悲心いっぱいだったんです。だからお釈迦様は絶対ね誰も殺せない徳があって、いつも慈悲にあふれてますから。こんな話があった。もう大和だったが、なんとかねお釈迦様を殺そうとして、経蔵に酒を飲ませ、あの賄賂を、あの象使いの者に賄賂を渡して、狂った象に酒を飲ませてお釈迦様を殺そうとされたことが実際お経にあります。初期経典にあります。そしてお釈迦様を殺そうとした象が向かってきた時に、みんな逃げるけどお釈迦様逃げない。お釈迦様は慈悲の心で、ね、お釈迦様の慈悲はね、この象に対して人間だけじゃない、生きとし生けるもの全てに幸せでありますように、悩み苦しみがなくなりますようにという心から念じておられます。その慈悲の心が、象にですね、届きまして、急にガラッと変わったんです。殺そうとしたこのむき出しのね、この悪意がふーっと消えて、もう猫のようにね、優しくおとなしくなったという話が実際あったそうです。まあ、これは私たちもあるかもしれません。本当に相手をね、敵味方で敵と見ずにね、幸せになってもらいたいという気持ちでやったら、盗賊がねガラッと変わることありますからね。ちょっと離れて。ここではね、強盗が優しくなるというんです。刀を持ったね恐ろしい音族がね、刀を抜いて殺すことをやめるんです。強盗や刀を抜いた者が優しくなるとある。これ実際お経には結構こういうことありますから、だからこの観音経にも出てくるんだと思います。親鸞聖人で言ったら、板敷山におられた時に、弁念が妬みの頃からどんどん親鸞に信徒が呼ばれていくので、妬みの頃から、この刀を剣を抜いて親鸞を殺そうとした。みんな逃げようとしたところね、親鸞様は逃げない。温かい仏の心を持っておられましたから、親鸞聖人は数珠一連持って、武器を持たずにね、数珠一連持って、まさに親鸞聖人はお釈迦様の教えを実践してます。最大の武器はね、銃じゃないんですね、刀でもない。まあ日本の間違った仏教はみんな僧兵といって、慈悲じゃなくてこの刀をみんな持ってる僧侶が昔多かったですけど、親鸞聖人は一切刀持たれない。蓮如さんもそうですけどね、誠の仏法者はね刀持ちません、武器持たない。なぜならばお釈迦様は武器といったら最大の武器は慈悲だからです。一番の武器は、ね、観音菩薩のように慈悲心なんです。この慈悲心があればこういうこともあるんです。親鸞聖人ならば慈悲心で弁念にどうか幸せになってもらいたいという心で向き合うことによって、この殺そうとしたこう私、いや親鸞聖人を通して鏡ですよね、鏡に照らされて自分の悪い姿を知らされて、こんな尊い人を私は殺そうとしていたのかと、自分の中の恐れさが知らされて、私は間違っておりましたあとね、弁念は懺悔して、この後ものすごい短期間で信心決意してます。一番早くかもしれない、親鸞門下の中でね、懺悔したから、私は間違っておりましたあと親鸞聖人のお得慈悲に打たれて、ガラッと心構えを変えた。これが有名な弁念であります。妙法坊弁念、法に明らかになった弁念は親鸞の慈悲に打たれたんです。まさにこの観音経の通りになったんです。だから皆さんでも慈悲があればね、こういう七難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべしで、一番育てていくべき心は慈悲の心であり、知恵を身につけることです。知恵と慈悲があれば怖いものなし、この世を明るく強くたくましく幸せに生きていける、それを教えたのが、まあ、この観音経でもあるんですけど、実際こういうこともあるんです。だからこの経が有名になった。またね、もし囚われて、次ですね、6番目、また国王に捕らえられ、国王に捕らえられて刑場で処刑されそうになったとしても、この観音の
救いを心から、念じたならば刀がバラバラに折れてしまうと。こんなことあるかと思いますけど、念否観音力によってバラバラになって殺せなくなるんだと。もうこれはね、あの日蓮さんにもなんかあったそうなんですね。ちょっと勉強したらね、こういうことがあるんで、今ね、まあ祖学会の方とかやっぱり日蓮宗結構ね、これを法華経大好きなのはね、こういうことが実際日蓮さんにもあったらしいんです。日蓮さんも本当はもっと若くして死んどったんですけどね、もう処刑される直前にね、そういうことがあってね、ほんで佐渡に流刑になってね、処刑することが免れたという話はちょうどここにぴったり来たんで、法華経がもう大好きなんです。だから法華経はもう功徳もうね満載なんで、ちょっと新興宗教に利用されてしまうのもね、わからんでもない。まさに原生利益盛りだくさんのお経なんで、ただ浄土真宗あんまりこれをあんまり言わないんですけどもね、でも正しく理解した上で、仏教を理解した上で読むならばいいと思います、ね。まあ、本当のことは本当に見かけたらやっぱり慈悲の心を持つことです。知恵と慈悲を身につけたらこういうこともね減ってくるのも事実、たとえがあってもね苦しまなくなるのも本当でありますから、仏法を正しく理解していけばこういうことがあっても苦しみとならないし、実際こういうこともね減っていくということもあると思いますね。慈悲の心をいつも持ち続けて、それが観彼観音力でありますよね。あるいは南無阿弥陀仏もそうですよね。念彼観音力というのは慈悲の心を持つことです。観音の力を念ずるとは、慈悲の心を忘れずに常に持ち続ければこういうこともあるんです。次、あるいは牢屋に入れられ、牢屋に入れられて鎖につながれても、この観音の救いを心から念ずればたちまち鎖には溶けて、鎖は溶けて自由になると。もう解放ですということでね、まあ、そんな悪いことしませんから、実際仏法者は無実の罪に、課せられてもね、こういうことでちゃんと解かれて自由になりますよと。やっぱり全員悪か楽因、悪因不可ですから、因などに狂いないですから、一時的にはそういう、ことがあってもね、ちゃんとうまくいくと、まあ、仏法をしっかり聞いていくならばね、解かれると。次、あるいは、呪いや毒薬のために命が危険になったとしても、この観音の救いを、心から念ずればどれもが害を与えないようになると。殺そうとした人にそれが戻っていくとおっしゃる。どういうことだと言いますと、ただ皆さんはですね、呪い殺そうとする人もいたとしますね。あるいは毒を持ってあなたを殺そうとした人がいたとします。そういう人がいてもね、この念彼観音力、仏法を信ずることによってですね、この、ね、呪いがね本人にね帰るんです。毒薬はね入れたものがね飲まさせられてしまうと。こんな事実実際ありますよね。皆さんにも絶対やってはなりませんけどもね、呪いあいつ死んでくれ死んでくれ本当に思ったらね、あなたにまともに帰りますから、これ有意識でね本当にこれ知ってもらいたい。いいことない、人を恨んだり呪ったりしてね、絶対人が実際そうなったとしてもね、同じものをあなたが受けますから。まさに例えば怒りなんか実は毒なんですよね。カーッと怒りだったらこの体中が毒が流れるようになります。昔ある実験にした、カーッと怒った血をね抜いてね、ネズミに刺したらね、なんかネズミが死んだそうです。だから怒った時の血はね毒ですから、呪いもこれ毒ですよね。あなたを滅ぼします。だからこれ毒薬、そういうことでやるとあなたの心も三毒にまみれて、あなたの心が苦しみます。やった本人が苦しむんです。それをここでは、あるいは呪いや毒薬のために命が危険にあっても、この観音の救いを、心から念ずれば殺そうとした人にそれらが戻っていくと。殺そうとする人にみんな戻っていくんです。これ因果の通りですから、だから、まあ、怖がる必要はないというかね、そんな種まきしなければ
恨みを解読しなければ問題ないんですよね。これ因果の道理でございます。そして、9番目は、もし、猛獣に囲まれて、ね、あ、すみません、あるいは悪鬼毒竜、あるいは悪い鬼や、毒の竜といったさまざまな怪物に出会っても、この観音の救いを心から念ずれば、どれもが害を与えないようになると、こういうふうに言われています。こうちょっと詳しく言いましょうかね。まあ、この悪い鬼や毒竜がと、これ象徴表現なんですけどね、悪い鬼や毒竜といったさまざまな怪物に出会っても、観音の救いを心から念ずれば、これらは毒を与えないようになる。何をせるかといったらですね、まず鬼といったら、これは仏教から言いますと無慈悲な頃ですね。鬼というのはこれは無慈悲な頃です。鬼という漢字、皆さんご承知のように、仁に遠いと書きます。仁に遠いね、これが鬼です、ね、仁に遠い、あなたを苦しめるのはね、鬼の頃なんです。鬼は攻めますよね、無慈悲な頃で攻める。だから私仏法聞いて、やっぱり私よかったと思うのは、やっぱり鬼の頃が消えていくことです。誰もが持ってます、鬼の頃。鬼は正義だと思うんですね。私たちは手っ取り早くね、上に上がるにはね、誰かを責めればいいんです。善人悪人を分けて、自分が善人になったらね、悪人を責めてもいいと。この責める心が罪悪なんです。これがあなたを苦しめるんです。責める心はいいと我々は思ってます。この裁く心ね、責める心、これは悪です。これがあなたを地獄に引き起こしていく、この無慈悲な頃ね、鬼は地獄で罪人を裁いてます。で、罪人が言うんです、あなたなんでこんな私を苦しめるんですか、あなたには慈悲がないんですかと言ったら、鬼は言うたんです、お前もかつてそういうことやったやろと。無慈悲な頃でどんだけ人を痛めつけ、無慈悲な気持ちで人を裁き責めてきたかと、その報いだと鬼は笑うそうですよ。鬼はあなたの頃にいる無慈悲な頃、責める心ですね、裁く心です。なぜか私たち裁いたら善人になれると思ってるんです。そんなことはないんです。この鬼の心、裁く心、これがあなたを苦しめる。仏様は違う。仏様は極悪を、たとえ極悪人であっても捨てず裁かず納め取る、これが仏様の御心でございます。その悪い鬼は私心にありますね。これはガリガリの、自分さえ良ければ人はどうなってもいいというガリガリが、自分のがばっかり考えて他を排斥する、他を否定する、認めない心。毒竜はこれ三毒の毒竜ね、これは猛毒、よく怒り愚痴の猛毒を竜に例えて、竜はこれ、まあ、仮の、空想の動物ですけども、竜はこれは三匹の毒竜で言われますように、よく怒り愚痴です。猛毒を持った竜、これは、あなたのよく怒り愚痴の三毒の煩悩があなたを苦しめると。青い竜は底の下で欲を表す、赤い竜は怒りを表す、黒い竜は、醜い汚い心、愚痴を表します。その三匹の毒竜が深い海、地獄を生み出すんです。だから地獄といっても、あなたの心を生み出しますから、あなたに鬼がいなくなったらね、五章の一体存在しないんです。だから仏法を聞いて、この責める心、人を裁き人をバカにする、そういう心をなくす力が念彼観音力、仏法にあるんですね。仏様の教えにあるんです。で、仏法を聞いていけば、私は実感としてはね、誰もが体感できると思う。確実に時間かかるかしれませんが、鬼の頃が消えていく、責める頃が減っていきます。そして少しずつですけども、慈悲の頃も育ってくると思います。この鬼を仏にするのが仏教ですからね。仁はこれ慈悲、慈悲に遠い、鬼の心を仏にする、鬼は外、
福は落ちと言いますけどね、鬼は外と、ね、人に問いものはね、外、外というこんな字書くんですね。あの疎いと道、これ鬼は外なんですね。疎遠の疎、疎開の疎、疎い道、ね、道に遠いんです。鬼の心はね、人間のね、幸せない道からね、疎いんです、ずれてるんです。正しい道じゃない。だから鬼は外なら逃げていけとね、説明の時にね、鬼あの豆をまくんです。鬼は外、福は内は、ね、福は苦しみを知らざる者には知恵がある。これが福は内なんです。苦しみを知らざる者は知恵がある、これが福は内なんです。まあちょっとあのダジャレみたいなもんですけども、まあ、このように言われます。世の中で苦しみを知らない人はね、知恵があるんです。因果の道理が分かれば、教えをしっかり学んで知恵を身につけたら、自分にね、苦しみ来ても自分の蒔いた種まきと反省するし、人が立派になっててもね、それはそういう種まきしたからなんだということで、妬む気持ちも減ってくるんです。苦しみを知らざる者は知恵があるから。だからだんだん皆さんでもね、仏法をしっかり学んでいけば知恵が身につくと、今まで苦しかったことがだんだん苦しみじゃなくなってきます。これ悟り開けなくても、だんだん私は相対的にこういうこともあると思います。また慈悲がないから、疎い道で、外で道から外れて、その結果不幸や災難で苦しんだりするのも慈悲がないからです。だから仏教は慈悲の心を、このお経を学ぶことによって慈悲の心を育てていく、知恵を学んでいく、知恵と慈悲によって仏様は、仏になるんです。その慈悲の代表が観音菩薩であり、知恵の代表が静止菩薩、大きな勢いが至ると書いて静止菩薩は知恵の塊の方です。この知恵と慈悲を学んでいく、まあ、これがあの仏教だと、こういうふうにね、あの思っていただきたいと思います。ではこの後ね、まだありますけども、この後続きを話をしたいと思います。